はい、こんにちは。今日は久留米大学医学部の問題です。問題はこちらです。XY を自然数として、X 分の1プラス Y 分の1イコール2分の1と、A の X 乗イコール B の Y 乗イコール4096を同時に満たす整数 AB の組は全部で何個あるかといった問題ですね。まずこれなんですが、この上の式はこれ解くことができますよね。つまりこれ X 分の1足す Y 分の1っていうのが2分の1ですよと。で、XY は自然数ですから、これの自然数解を求めていきましょう。でこれ分母を払って、例えば x-2、y-2 イコール4という形になるんですが、こういう形にして掛け算、これとこれ掛けて4になるものを探していくというふうにやっていってもいいですし、で今回はですね、この範囲を絞ってやってみようかなと思います。でこれなんですが、対称性から x と y は対称性からですね、y の方が大きいというふうにしましょう。そうすると x っていうのは自然数ですから1乗、こんなふうに置けますよと。で、そうするとこれ逆数取ってるので、x 分の1、y 分の1。これは不等号の向きが変わりますよね。つまり、例えば2、3、こういう代償関係が与えられていると、これの逆数取ると、こうなりますね。こっちの方が大きくなるよ。ということで、逆数取れば、不等号の向きが変わりますよね。自然数の場合。で、こうなるので、これで考えていきましょう。つまり、こっちの方が大きいよと。で、大きいものを2つ用意しましょう。で、今これが2分の1なんですが、x 分の1プラス y 分の1、これが今2分の1。で、これ x 分の1を2つ用意すると、これ x 分の2ですよね。x 分の2以下になりますよと。この式っていうのは x 分の2以下ということで2分の1以上というふうに x の範囲を絞ることができますよと。でこれ分母を払うと x がこっちに来て4以下ということになります。で x は1乗ですから1乗4以下ということで x はこの範囲の自然数、つまり1、2、3、4のどれかということになります。まあ、こんなふうに絞ってあげて、代入して y の値を求めていきましょう。x が1の時にはっていうと、1足すちょっとということで、これ2分の1を超えちゃうので、これを満たす y っていうのはないですよと。2の時も同様で2分の1より大きくなるので、これもダメですね。3の時はっていうと、3分の1足す何とかが2分の1。これは6分の1ですね。2分の1引く3分の1すると6分の1ということで、y は6ですよ。4の時は4分の1足す4分の1で2分の1ですから、y は4ということで、2組出てきましたよと。で今、代償関係勝手にこう設定したわけですので、これ解除してあげましょうと。今度は、y の方が小さい場合もあるわけですね。x の方が大きい場合も出てくるよと。じゃあ x が大きい場合を考えると、今度は x が大きい場合、今度はこの逆ですね。ということで、6、3、この場合もありますよ。ということで、この代償関係解除してあげると、もう一組出てきて、結局この3組が、この自然数解ということになります。ということで、あとはこの3組で調べていきましょう。今、あとこの2番目の式を満たさないといけないので、じゃあまずこの3、6の場合見てみましょう。x が3で y が6の場合。つまり A の3乗イコール B の6乗イコール4096ですよと。4096っていうのはこれ2の12乗ですね。2の10乗が1024で、2の11乗が2048、2の12乗は4096ですね。ということで12乗になるよと。2の12乗。こう表すことができます。これを満たすような整数 AB ですよと。ですので、まず A の3乗イコール2の12乗ってことは、A っていうのは2の4乗ですね。2の4乗の3乗が2の12乗ですね。ということで、A っていうのは2の4乗しかないということになります。で、B の方はっていうと、2の2乗ですよね。4ですよと。4の6乗で、こうなりますけれども、これプラスマイナスありますよね。6乗するので、B の方は、プラスマイナス出てきます。これを6乗しても、2の12乗になりますね。マイナスの場合でも6乗すればプラスになるので OK だと。こっちは3乗なので、こっちマイナスの場合だとマイナスが残っちゃうのでプラスにならないので、これはダメだと。A は2の4乗しか、この1通りしかないんですが、B の方はプラスマイナス2の2乗、つまり2通りあるよということになります。ですので、これを満たすような AB の組っていうのは2通りあるよと。今この場合は2通りありましたよと。2通り。で、同様にこの場合も2通りありますよね。これ A と B 逆になるだけですから、この場合も2通りあるよと。あとはこの場合見ていきましょう。44の時ですね。A の4乗イコール B の4乗イコール2の12乗。この場合はっていうと、A が、2の3乗ですね。で、プラスマイナスですね。A はプラスマイナス。これを4乗すると、マイナスの場合でも4乗すればプラスになるので、こうなりますね。ということで B も同様で、プラスマイナスの2の3乗。ということで、全部で2通り2通りで4通りありますよと。ということで、2通り2通り4通りで全部足して8通りと。8個ですね。
全部で8個あるよということで求めることができました。以上です。ありがとうございました。